どうも、はしきりさめさめ社会学者リッキーです。前回の動画で横綱イワシというつい最近新種として発表された大きな深海魚の紹介をしたんですけれども、今回はその横綱イワシの標本が展示されている東海大学海洋科学博物館の他の生き物たちを紹介していきます。去年もですね、東海大の生き物は紹介したいんですけれども、今回は前回紹介しなかった新しく加わっためちゃくちゃレアで面白い生き物も紹介していくので、ぜひ楽しんでいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。さあ、早速ですね、メインとも言うべき激レア生物に登場してもらいます。有明アカエイの白化個体です。見ての通り真っ白ですね。非常に綺麗です。白い動物は神聖な存在と見なされがちみたいな、ね、話よく聞きますけども、まあ、確かに神々しさ感じちゃいますよね。めちゃくちゃ綺麗です。もう魚ってやっぱり個体差でね、白っぽく見えるとかちょっとガングロっぽく黒っぽく見えるみたいなあるんですけど、本当に真っ白ですもんね。まあ、こういう白い動物のことをアルビノってよく言ったりするんですけども、実はですね、白い動物すべてがアルビノというわけではないです。アルビノとは突然変異によってメラニンという色素を合成できず先天的にメラニンが欠乏している個体を指します。アルビノイコール目が赤いというイメージがあると思うんですけども、これは血管が透けて目が赤く見えることがあるためです。必ずしも赤くなるわけではないです。一方で白変種と呼ばれるものもいます。こちらは色素が減少したことによって体毛や皮膚が白く変化した個体を言います。ホワイトライオンやホワイトタイガーってね、有名なんですけども、この子たちは白変種にあたります。またホッキョクグマとかベルーガ、シロイルカなどは白変種の方が自然淘汰で生き残ってきた結果だとされています。同じ白い動物でも遺伝子学的、生物学的には全くの別物なんです。今回の有明アカエイについてはどうなのかっていうと、白化個体として展示されていました、まあ、白化個体っていう言葉でアルビノのことをね、示す人がいるのでちょっと紛らわしいんですけれども、一応はっきりとした原因がわからないっていう公式の見解は出ていました、まあ、どうなんでしょうねこれ、まあ、僕もそんなにこの白化個体とか白変種に詳しくないんですけども、結構目が真っ黒ですし、この水槽って太陽光が降り注ぐようなね、結構明るい外に面した場所に展示されていて、まあ、この子普通に平気そうなんで、まあ、おそらくアルビノではなくて白変種なんだとは思います。まあ、いずれにしてもこういう真っ白い個体っていうのは自然界で敵に見つかりやすい、あるいは獲物に気づかれやすいので、基本的には長く生き残るのが難しいっていうふうにされています、まあ、それゆえにこういう個体っていうのはこうやって人の目に触れるっていうのは非常に珍しいですね。しかもこの有明アカエイっていうのは名前の通り有明海とか九州の方で確認されているアカエイの仲間です。一見普通の赤いにしか見えないんですけども、5番目の鰓甲、エラ穴の間に、まあ、ちょっとした溝があるとかね、そういう細かい違いがあったりします、まあ、確かね、わりかし最近赤いとは別種投稿されたという論文が出たんじゃないかなと思います。まあ、有明アカエイが駿河湾で見つかったっていうのはおそらく初の記録になるんで、まあ、この子は二重の意味で非常に貴重な展示です、まあ、これを見逃す手はないですね。もう横綱イワシと合わせてこれは絶対にね、見に行くべき、もう超貴重展示だと思います。まあ、以上が白いエイの紹介なんですけれども、これだけだとちょっと短いと思うので、他にも東海大にいる生物をいくつか紹介していきます。こちらはカラスエイです。さっきは白いエイでしたが、この子は黒いエイです。ただ突然変異とかではなくて最初から真っ黒いエイです。東海大にいる子はちょっとダークグレーな感じがしますね。アクアマリン福島っていう、まあ、別の水族館にいる子は本当にカラスみたいに真っ黒です。これ個体差なのか年齢のせいなのかちょっとわからないんですけれども、まあ、ちょっとね、まあ、どちらにしろ他の赤エイよりは黒っぽい色してますね。カラスエイはですね、赤エイ科で唯一外洋を泳ぎ回るエイです。まあ、大体のアカエイの仲間って浅い海の砂地とかにこうベターってしてたりとかね、泳ぎ回ったりしてることが多いんですけど、この子は熱帯や亜熱帯の海の沖合を泳ぎ回って暮らしています。なんで皆さんのイメージだとマンタとかトビエとか、あれに近い生き方をしていますね。
この子はまだチビちゃんなんですけども、大きくなると体の幅が80センチ近くまで大きくなります。あの真っ黒いカラス星がですね、こう優雅に外洋を泳ぐ姿っていうのがすごいこう悪魔的な、こう中二病心をくすぐるようなね魅力があって、めちゃくちゃかっこいいです。まあ、この子はですね、あんまり有名じゃないんですけども、もっと多くの人に愛されてほしいエイだなって思います。お次もエイの仲間、ウチワサメです。まあ、ウチワのように丸く平たい体で、後ろの方は背びれがあってサメっぽいので、まあ、見た目に合った名前と言えなくもないですが、サメではなくてエイの仲間です。このチャンネルを前から見てる方はもう多分知ってると思うんですけども、サメかエイかの見分けっていうのはエラ穴の位置で行います。平べったいかどうかで見分けてはいけません。サメもエイもごついのエラ穴が体についていますが、体の側面にエラ穴があるのがサメで、体の下側、お腹側にあるのがエイです。この見分け方でないと、すごい平べったい体をしたサメとか、ゴツゴツしててサメっぽい見た目をしたエイとかを間違えてしまうということがあるので、まあ、水族館とかで、ね、観察するときは注意してください。まあ、ウチワザメはですね、砂の中に潜っていることもあるので、エラ穴の位置が見えづらいですが、ガラス面に張り付いている姿ですね、この、あの宇宙人みたいな顔を見ると、ちゃんとお腹側にエラ穴があるのがわかります。よってウチワザメはエイの仲間です。ちなみに細かい話をさせていただくと、このウチワザメの学名が調べてみるとですね、プラテリナタンギとされていることが多いんですけれども、タンガイかな、タンガイとされていることが多いんですけど、東海大の漁名版だとプラテリナシネンシスと、表記されていました。でこのフィッシュベースっていうですね、魚の情報をまとめているサイト曰く、このシネンシスの方はチャイニーズファンレイという日本近海に生息していない種の学名らしいんですけど、まあ、僕の知識では判断がつかなかったので、この動画では東海大の、記載に学名は合わせています。なので A の分類にね詳しいっていう方は、この辺の学名事情とかもコメントでくれると嬉しいです。あのサメの方が有名というか人気なので、エイってなんかね、こうないがしろにされがちなところがあって、僕もそんなに詳しくなかったりするんですけど、エイってね、サメよりも種数が多いので、多分分類もめちゃくちゃ大変なんだと思うんですよね。まあ、いずれエイもですね、もっと詳しく調べてこのチャンネルで紹介できればなと思っています。次は貴重な映像ですね。スパインチークアネモネフィッシュというクマノミの仲間なんですが、今卵の世話をしています。壁にくっついているピンク色のつぶつぶみたいのが卵です。で2匹いるうちの小さい方がオスで、ヒレで新鮮な海水をこう送ったりしていますね。でそれに比べてすごいでかいのがおそらくメスですね。クマノミの仲間は性転換することで有名で、体が一番大きな子がメスになって、2番目に大きい子がオスになります。魚には卵を産みっぱなしにする種類も多いですが、この子たちはですね、孵化するまで子供の世話をします。ただ映画のマーリンとニモのように孵化した後も親子で過ごすことはないです。東海大にはですね、この子たち以外にもたくさんの珍しいクマノミの仲間が展示されているので、クマノミイコールニモのイメージしかないっていう方は、ぜひ多種多様なクマノミの仲間がいるんだっていうことを実際に見て学んでほしいなって思います。最後は一見地味ですが、冒頭の白いエイに並ぶかもしれない超貴重展示を紹介します。スミクイウオです。ノドグロという名前でおなじみのアカムツっていうね魚が有名ですが、あれと同じホタルジャコ科の仲間で、喉の奥、そしてお腹の中も黒い様子が墨を食ったように見えることからこの名前がつきました。まあ、一見ね珍しい魚には見えないかもしれないですが、スミクイウオは水深100から1000メートルの深い海に一般的に生息していて、鱗が非常に剥がれやすく、生きたまま採集するのがめちゃくちゃ大変な魚です。国内で展示された事例は、まあ、多分初ではないんですけども、かなり珍しいです。少なくとも今この動画撮ってる時点で生きたままスミクイオが見られるっていうのは東海大だけですね。ちょっとですね、あのスミクイオに関するエピソードを話すと、まあ、とある方がですね、深海魚をこうバーって集めてこう触ったりして、あの楽しめるよっていうイベントをやったんですけども、その時にやっぱりみんなですね、あのミドリフサアンコウとか、そういういかにも深海魚っていう感じの見た目のね魚にすごい注目していたんですけれども、その中でですねスミクイオが取り残されてて、あんまり注目されてなかったんですよ。
でそれを見たですね某大学の魚類博士がですね、みんなこれ注目しないんだって言ってこう取り上げて紹介してくれたんですけど、すごいこれスズキ目の中で原始的な魚だったりして結構珍しいんだよ、だから本当のマニアっていうのはこういうの持って帰るんだけどねみたいな話をしてて、まあ、それが僕のその墨食いを初めて知ったきっかけなんですね。まあ、そういったね個人的なエピソードもあってちょっと思い出がある魚なんですけれども、まあ、やっぱりそういう本当に魚類に詳しい人がそれを言うくらい珍しい魚、面白い魚なんですよね。まあ、なんでねあまり一般にね注目されることが少ない魚ではあるんですが、深海魚が豊富に漁獲されるこの静岡ならではの展示だと思うんで、まあ、この子もぜひね実物を観察してみてほしいなって思います。以上が東海大学海洋科学博物館の生き物たちの紹介でした。まあ、今回はですね、特に珍しいなって思った生き物とか、まあ、ちょっと目に留まった生き物とかを紹介したんですけれども、毎度言ってますが、本当にごく一部です。まあ、東海大には他にも魅力的な生き物とか面白い展示がたくさんあるので、興味のある人はぜひ行ってみてください。まあ、横綱イワシの展示だけでも見に行く価値があるんですけども、それ以外の深海魚のですね、非常に貴重な標本展示もあったりするので、ぜひね、まだ行ったことないっていう人はね、一度は行ってほしいなっていう水族館ではあります。まあ、こんな風にこのチャンネルでは主には海の生き物を中心に生物の生態とか環境問題についていろいろと発信を行っているので、こういうのを一緒に勉強していきたいよっていう方はチャンネル登録、高評価、あとツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さよならか、バイバーイ。